日は司会の予定の人が出なくなりまして、また司会もやります。なので私は今日のチラシをご覧ください。ここに私ども今日置いていただいたスターホースさんのプロフィールが載っておりますので、後から私会員登板で4年前に先輩に受賞の事実をしたので、こういう声ですけども、本当に信じないと思いますが、なんとかこれで声が出せるようになって、頑張って話しますので、この機会はですね、皆さんのように声帯のある人は使えないんですよ。私が使えないんで、結構これでですね、話すですね、みんな寝ないんですよ、あんまり。これで話すのをみんな一生懸命聞いてくれて、寝ないので、大学でもこれでやったらよかったかな。寝てますから、特に午後1時間の授業だったらもうほとんど寝てますので、本当にこの私の講座をいつも世代でもらってるこの学校講座の共同代表の柳田さんから、最初にちょっとご挨拶をお願いいたします。ラジオから教育プラスの方が三輪雄一さんが言うくなって撮影しておりますので、もし顔がついたらまずいとは後ろの方に行ってください。土曜日のお休みの日にご参加いただいて大変ありがとうございます。三方さんを共同代表してます柳田と申します。他に鈴木優子さんが一番36年からずっとやってるけど、あと山崎佐々木さんが最近共同代表になっていたりして、今3人の体制でやっております。大体月曜から金曜までは働いてますが、土曜日は休む予定が多いんですけども、今日は大事な日だと思います。3つ簡単に申し上げます。担当者は36年やってきましたが、基本は原発をなくしたいために始めたんです。それで放射能職員汚染も他がまだやってないとこから、特に鈴木さんが中心でやられまして、食べ物や食品、水やその他が36年間ですね、原発なくしたい、この一筋でやって、次に学習会は今日が851回です。でこれは3.1 の事故が起きた後の数なんで、その前から数えると、もう2000回いっぱいの数になってきていると思いますが、851回で、かなり原発中心の学習会から幅が広がりました。それは浅野さんたちの力であり、講座会議でやられた、マリさん、渡辺マリさんなんかの力で、こういった講座が広がってきたんですね。原発以外でもうちょっと広い日本の世界の人権問題が中心で広がっていて、そのことはそれはそれでいいことなんですけども、ただ原発を中心のやってきた学習会なんで幅が広がってくると、そちらでも人をある程度来てほしいっていうのはかなりエネルギーがいりますね。まあそういう点で今日のこの集会がありますので、今後ももうちょっと大勢の人に来てもらうのが一番いいことなんですが、ちょっと少ない時には私も多少無理をしてこう出てくるということになります。で今後一番大事に思っているのは、実は東京圏の原発が稼働するんです。この秋ご覧の通り東海第二原発、茨城県のあれが今の発表では9月頃、前9月ちょっと色々問題、9月頃か、もうあと半年後に動くんです。大きさは110万キロワット13年前の福島では45万キロワットですから、その2つ半ぐらいの大きいやつです。
しかもかなり40何年経っておりまして、かつ13年前の時にいっぺん事故に遭ってるから、一回故障してて、しかも古いタイプで、で110万キロワットというすごく大きい、しかも沸騰水型なんです。あの今まで動いてきた原発は全部加圧水型でしょ、初めてなんです。で私たちは特に防潮堤が、そこを守る防潮堤の工事がこの間ここで集会やりましたけど、この時はここは満杯でしたんですが、すごく盛り上がりました。そのみんなの結論はね、はい、工事がインチキ、報告書もかなり改ざん改ざん、加わった技術者が内部告発したと。ところが規制委員会は全然それをきちんと調べていないということで、大変なあの問題があると認識しました。ですから私たちはその東海第二原発を何としてもやめてほしいと思っています。今のままやりますと、あの防潮堤はちょっとした台風やそんたくが来れば持たないと思います、崩れます。その時110万キロの大惨事が起きますね。福島より2倍半大きい原発、しかも13年前事故を起こした原発ですから、それがすぐ近く、ここから100キロちょっとです。約6時間で放射能が東京に来ますね。東京圏の最大都市ですが、ここが放射能まみれの街になるという、そういう問題が現実にかなり近づいているんです。で、東京圏の人たちがかなりこの問題について反応がいまいちなんです。ここに見えた皆さんにはぜひお考えいただけると嬉しいなと思ってます。私たちは何としても東海第二原発を動かさないで、この原発を動かさなくても東京圏の電気は足りるんです。この13年間東京で原発電気ゼロなんです、使ってないんですよ。そういう危険な原発が動こうとして東海第二原発で、私たちとしてはこれに一番反対して、その署名運動と、これから8月には大型バス2台で茨城の応援に行こうと思ってますので、皆さんのご協力をいただきたいと思います。あとは担当者の案内がここにありますので、簡単に分かりますので受付に置いてきますから、どうぞご覧ください。今日は皆さんご参加、土曜日の中ご参加いただいて大変ありがとうございます。いい講座になると思いますので、ゆっくり聞いていただいてお考えください。どうも参加ありがとうございます。どうも、私は丹後放射のアドバイザーでもあります。で、私は高松の知人で、高松には中部電力の本社がありまして、私の知人も中部電力関係者がいっぱいいます。私も前回が出てから、直後に現地に行きまして、その人の活動とかをですね、この AI 音声の一郎さんという方の声でですね、聞いていただきたいと思います。講座の主催者の浅野健一です。共同通信で22年間同志社大学で20年新聞学の教授をした後、10年前からフリーのアカデミックジャーナリストをしています。私の経歴はレジュメの末尾にあります。私は3年半前、咽頭がんの手術で声帯をなくし身体障害者になりましたが、記者活動を再開しています。最近はこうして AI の音声、パワーポイント、電気式の人工喉頭を使って講演もできるようになりました。かなり聞きづらいとは思いますが、私の話をしばらく聞いてください。
今日は群馬の森朝鮮人強制連行追悼碑を守る会の共同代表の川口正明さんに来ていただき、群馬県の山本太一知事による追悼碑の破壊強行を糾弾し、追悼碑建立の精神を次世代に受け継ぎ、正しい歴史認識を持つためにどうすべきかを考える集まりに参加くださり、ありがとうございます。今日の学習会は、タンポポ社ボランティア渡辺真理さんらと相談し、講座委員会の企画として決まりました。本日の進行予定は配布資料をご覧ください。できるだけ、皆さんとの質疑応答の時間を取りたいと思います。4時過ぎに閉会の予定ですが、30分ぐらいは延長可能です。今日はユークランのみはユージさんが講座を取材し、後で YouTube に動画をアップしてくれます。朝の講座は2016年5月に開始し、20年1月まで十数回開催しましたが、4年前、私が声帯をなくしたため、しばらく講座を休んでいました。21年2月に講座を再開しました。これまで、大阪の冤罪被害者、青木恵子さん、統一教会を取材してきた鈴木エイトさん、松山アイドル自死事件で報道被害を受けた佐々木貴博さんが来てくれました。昨年末から今年1月にかけてはガザと報道で学習会を3回開催しました。2月13日には自民党裏金義国とメディアで元東京地検特捜部検事の大柄信夫弁護士が講演しました。ほとんどの講座の動画が IWJ とユークランで配信されています。また私のブログでも報告し、配布資料の全文も掲載しています。群馬県高崎市の県立公園群馬の森にあった朝鮮人追悼碑は今年1月29日、群馬県の知事の行政代執行によって無残に撤去されました。元参院議員の山本知事は安倍派で、日本会議、靖国派の極右政治家です。追悼碑は2004年4月、アジア、太平洋戦争中の強制連行犠牲者を追悼するため、県議会と市民の合意で設置しました。追悼碑建設は1995年に発足した戦後50年で加害の歴史を反省し未来を考えるアクション50による群馬県での朝鮮人労働者の調査がきっかけでした。その後の追悼式で出席者が強制連行の事実を訴え、正しい歴史認識を持てるようにしたいなどと発言したことを理由に県は14年許可を更新しませんでした。極右勢力の市民グループは朝鮮総連の機関紙朝鮮新報に載った追悼式でのスピーチの文言を問題にしたのです。守る会が不更新の適法性を争った訴訟は、守る会側が前橋地裁では完全勝訴しましたが、東京高裁で逆転敗訴、22年に最高裁で敗訴が確定してしまいました。山本知事は司法判断に従い粛々と撤去を実行したと強弁してきますが、最高裁は市の更新不許可を認めただけで、撤去については何も言っていません。撤去は知事の独自の判断です。私は12年に追悼碑撤去を求める大外主義団体が産経新聞などと共同し、14年の追悼碑設置許可の更新を認めないよう圧力をかけた時から取材してきました。16年2月の守る会発行追悼碑裁判ニュースに前橋地裁の裁判について寄稿しています。私は2月9日藤井康人守る会事務局長、石田正人運営委員、藤井正樹群馬大学准教授の案内で追悼碑が跡地に立った。追悼碑のあった場所は完全な更地になっており、裏手にある森の樹木に追悼碑撤去を忘れないと書いたポスターがぶら下がっているだけでした。追悼碑跡地に立って感じたことを2月に朝鮮新報に書きました。私は2001年9月には高裁の不当判決を批判する記事を書いています。今日資料として配布しています。撤去はメンバーの立ち会いも拒み、報道記者も締め出しての強行でした。記念碑にあった記憶反省、そして有効と記された金属製のプレートと鳩の陶板でリーフ、建立の思いを記した金属製の碑文の3点が守る会に返却されました。2月10日の TBS 報道特集は追悼碑の撤去を特集しました。30年前の調査のメンバー6人の1人のもと、守る会事務局長の上垣博史さんは追悼碑を建てた思想を守って新たな碑を再建するのがこれからの課題だと電気口頭で取材に応じています。私が使っている電気口頭と同じ器具を使っています。県の撤去作業を空から撮影したのは朝日新聞、共同通信と TBS だけのようです。地元の情報新聞、テレビ局は空撮をしていません。マスメディアの諸局的姿勢は問題です。群馬の追悼碑破壊で極右勢力は全国各地にある同じような朝鮮人、中国人の追悼碑を撤去する運動を強めています。
自民党の杉田水脈衆院議員は X の投稿で追悼碑の撤去に関し本当に良かったですと強調し、過去の教訓を伝える各地の朝鮮人追悼碑を取り上げて嘘のモニュメントは日本に必要ない、国内にある慰安婦や朝鮮半島出身労働者に関する冷や像もこれに続いてほしいと書き込みました。杉田氏は自民党裏金議員ランキングの10位で1954万円のキックバックを受け取っていますが、未だに記者会見せず差別、デート投稿、発言を繰り返しています。撤去工事1週間前に韓国大使館の官員が県の担当部長らに解決策を話し合うために山本知事と大使館幹部との面談を求めていたことが3月28日明るみに出ました。山本知事は撤去前後の会見で外交問題になっていない断言していました。県は撤去費用およそ3000万円を守る会に請求すると通知していましたが、まだ請求書は届いていません。守る会は5月11日午後県教育会館で追悼集会を兼ねて総会を開催します。総会で守る会を解散し新組織を立ち上げる予定です。守る会は23日群馬県庁で記者会見しました。守る会は日の再建を目指し、県内の戦時中の歴史を確認できる場所などで学習会を開いて事実を伝えるということです。5月11日午後、守る会は追悼集会を兼ねた総会を前橋で開催します。午前10時には追悼碑があった場所のビジュアル集会で IT やスマホを駆使してスマホに追悼碑の立体的な姿が浮かび上がるというケレトトです。まずはデジタル空間で復活、そして必ずや再建したいと強く思っている。友人、知人の皆様、ぜひ力を貸してくださいと石田さんはアピールしています。今日は川口さんのお話を聞いて守る会の新組織を支援しネットワークを強めたいと思います。以上で私からの AI 音声読み上げでの報告は終わります。ご清聴ありがとうございました。コントロールって言っているジャグラムも入れないということ
はですね、今後どうなんです、最高裁に戻ってやるんだったら堂々と、じゃあですね、でスクラブともチェックでクラブまで愛情するということはありない、それでこのあのキャグラブを、まあ、愛情があってもですね、彼らは金を持っているわけですから、ヘリコプターがあるわけですよ、それ朝一分なら自分の NHK は自分のヘリコプター持ってるんですよ、飛行機まで持ってる、セスナーまで持ってるんだから飛ばせばいいわけでしょう、ところが空から撮影したのは共同通信とだから TBS のもう一つは朝一新聞この三者だけなんですよ、ところ大体日本にはですね大きなメディアが19社あるんですけども、その残る15、6社はですね空撮もしていない、これはあの今馬毛島で住んでる鹿児島の馬毛種子島の近くの馬毛島で住んでる今の自衛隊の基地の建設についてもですね国会議員さん入れないんですよ、共産党の小池さんが言っても島にあの港には上がれない、こういうことをやってるのと同じ体質です、それで空から撮影してるのはイラビリオン放送だけなんです、まあその盗撮の違いで、私はあのこの問題をですねあのずっと追っていました、であの今日の資料の中にあの朝鮮日報の記事があります、この朝鮮日報のというのは朝鮮総連の機関紙で、この右翼の連中が問題にしたのはこの釣り通りで朝鮮連合という言葉を使ったということを朝鮮日報の記事で見つけたんですね、宇宙の地味は朝鮮日報の予定を通っていませんよ、それをインターネットで昔はですね朝鮮日報は不良でな企業ながら人もですから、たまたま右翼の連中がこれを見つけてですね大騒ぎをしたわけですよ、でそれをもって県議会でですねあの政治的な発言があったという、朝鮮連合は政治的発言というのはありえないです、朝鮮連合を国語政治という言葉はあの高校の教科書にまで戻ってます、大学の知見ここで戻るですね、それであの TBS の弟君にはとてもいい番組を作ってですね、この髪型っていうことはわざわざ私と全く同じように、それでこれを使ってですねインタビューに答えられてまして、その後ですね私彼に電話で伝えたんですが、お互いこの電気コードを使ってあの対応したのは人生で初めてで、多分もうあんまりないんじゃないかと思うんですけど、そうやる偶然だなと思って、全国の関東がんが患者はみんな関係しようというそういうことで、彼がですね、はい、皆さんみんな80代の高齢で皆さん病気を抱えながら、それで当時のメンバー6人がですね、あの連結とでこの調査をしたことは全体の6人なんですけども、そのうちの4人ぐらいはもう亡くなっておられます、それであのSpouse
しましてですね、現場でこう、デジタル体験がね、バーチャル体験ができるということもあるようなんで、本当にいかがですか。これからまた新しくこのビーコリをするようにですね、みんなで運動をですね、強めていきたいと思います。すいません、以上です。群馬の川口と申します。今日は1時間ほど追悼碑の話をさせていただきたいと思います。よろしいですか。こっちですね。はい、12ページのにわたる資料を用意をさせていただきました。それと先ほど浅野さんがおっしゃった私たちの追悼碑裁判ニュースナンバー6ですね。そこに、寄稿してくださった文が、これを開くとですね、2ページにわたってあります。今日私が持ってきたのはこの2つです。でもう先ほど浅野さんがおっしゃられた内容とか、ここに書いてある内容と私の話が一部ダブるんですけれども、ご容赦いただきたいと思います。で今日のプロフィールにありますように、私は福井県の小浜市というところで生まれ育ちました。ご存知のように福井県の笠間の沿いには原発がたくさんあります。で小浜市は市議会でですね、原発を建てないという決議を2回しています。今は自民党ばっかりなんですけど、でも周りに原発がいっぱいあるので、原発はないけど被害だけは来るという、そういうところで生まれ育ちました。それと北朝鮮に拉致された浜本福江さん、千村康さんというご夫婦がいるんですが、でその浜本さん、今千村さんになってますが、浜本福江さんは私の高校の4つ先輩です。ですので皆さんがこれまで議論されてきた原発のことですとか、今日関わりがある朝鮮人のことについても、いろんな複雑な思いがあるんです。でもそれは別として、今回の追悼碑の問題はこれからもこれで終わりじゃなく、しっかりやっていかなくちゃいけないという思いです。で実は守る会のこれからの活動方針で5月11日提案する中でですね、全国の活動している団体や皆さん、研究者とより連携をしながら活動を広げていこうというのを提案する予定です。で今日は皆さんから逆にお声掛けをいただいて、絶好の機会をいただいたということで、本当に感謝を申し上げたいと思います。じゃあ早速追悼碑の話をさせていただきます。まずはですね、なんか上手な物語のように文が書けないので、最初は経過をざーっと書いて、で終わりの方でその追悼碑壊したことについての考え方、今時点で考えていることを9ページ以降に書きました。こんな順番で話をさせていただきたいと思います。でじゃあまず1ページからご覧ください。群馬県にこの朝鮮人犠牲者の追悼碑が作られた最初の発端は、戦時中あるいは戦前、群馬県に多くの朝鮮人、中国人捕虜もですけれども、
強制連行されてきて、さまざまな現場で働かされていた。でその数は少なくても4000人、多くて6000人を超えるだろうと言われています。でその1割ぐらい亡くなったというふうに言われています。でそういう群馬県には、強制連行、強制労働の現場があったということを初めにというところに書きました。ゼロ戦とか、はやぶさを作った中島飛行機という大きな飛行機会社が群馬にありまして、でその工場が全国各地にあったんです。ところが戦争末期、空襲が始まるということで、太田市の本工場も大空襲に遭いました。でその空襲を避けるために県内に5カ所地下工場を作ったんです。でそのトンネルを掘るために多くの朝鮮人が働かされたという事実があります。ただどの工場も間に合わなくて廃線を迎えていますが、それと群馬県の北の方に草津温泉という有名な温泉地があります。であれは草津白根山という火山の麓に湧く温泉なんですが、火山ですから硫黄があります。火薬の材料として硫黄の鉱山がたくさんあったんですね。それと群馬鉄山という露天掘りの鉄山もありました。でその鉱山から鉱石を取るためにやはり朝鮮人労働者が働かされました。でその鉱石を運ぶ鉄道も作った。それから、東京大空襲の前まで東京に電力を送らなければならないということで、群馬の水力発電所が作られると。でそのための水を通す山の中のトンネルですね、そのトンネルを掘るためにやはり強制連行されてきた人たち、朝鮮人が働かされたと、そんな事実があります。でその発電所の導水工事を請け負った狭間組、今現在横文字に狭間となっていますが、その会社の100年史にそこにあるように、工事に動員されたのは強制連行された朝鮮人、中国人であったと。で当社の労務課が朝鮮に数回募集に行ったという記憶があります。ここに強制連行されたと募集っていうことが並列的に書かれています。政府はこう言います。募集、官圧戦、徴用、いろんな形態があったんだよと。でもどこからか強制かわからないんで、強制連行という言葉は政府としては使わないというふうに言っています。ただ歴史学では募集、官圧戦、強制連行、どの段階も強制性があったということで、強制連行の募集、官圧戦、徴用の実態として強制連行だったんだというのが歴史学の通説になっています。ですので政府があえて使わないんですが、強制連行は間違いということは全くないということです。で2番で、じゃあ追悼碑を建てる話がどこからかということです。もう先ほど浅野さんがおっしゃいましたが、戦後50年経って、戦前と戦後50年の歴史を振り返って、特に戦後50年戦後50年憲法ができて社会が良くなるわけがなかなかそうなっていないと、そこを振り返って、さらに今後50年間違いがないようにしようということで、アクション50という市民グループがこのスタートです。でその人たちが県内の強制連行の現場の調査を始めました。そうしたら中国人の慰霊碑はあちこちにあるんです、朝鮮人は全くないということが分かったので、では朝鮮人の慰霊碑を建てようと
というふうに3年後活動を始めました。これが立てる会です。で、その立てる会から約3年経って県議会にですね、その朝鮮人追悼碑を立てることについて理解をしてほしいという請願を出しました。で、それがですね、当時自民党も皆さん理解をして全会一致で趣旨採択をしています。あの趣旨採択というのは今すぐこれ実行するというんではないんだけれども、これを立てる場合には県議会は皆さん了解をしていますという、そういう意味で趣旨採択となったんです。で、それからですね、群馬県はまあ、群馬の森が第一候補、それから前橋市にある敷島公園が第二候補として土地を提供してくださいというお願いと、追悼碑の碑文でこういうのはどうでしょうという原案を県に出して協議を始めました。で、そこには強制連行によってっていうふうに書かれております。で、かなり長い文だったんですが、県との協議の結果、さっき言いました政府は強制連行という言葉は使っていないので、そこをローム動員に変えてほしいという返答が来ました。何度も激論をしたんですが、群馬の森という場所に建てるっていうのを優先をして、碑文はその後の運動で克服していこうという議論になって、碑文の修正を認めて、で、追悼碑が立ったということです。で、この時に後で問題になる設置許可申請10年、それから政治的行事は行わないという、こういう約束をしました。で、その碑文は2ページの上にあります。強制連行ではなく2行目と下から3行目、労務動員によるという言葉に改めています。で、これはですね、村山談話と日朝平壌宣言に内容が合致するように、そういう内容でまとめたものです。ただこの時に県との議論の中で強制連行は誤りだという、そういう理解じゃないんです。政府の労務動員計画によって強制的に連れてこられたっていうことは県も理解をしています。なんですけど、その強制連行という言葉は下ろしましょうということになったということです。で、ここまではいいんですけれども、この後、その設置許可更新第1回目が10年後2014年を前に、そこに書いた3番、歴史改ざんとの戦いが始まります。で、この2014よりだいぶ早いんですけど、1997年新しい歴史教科書を作る会という、社会科の歴史と公民の教科書をですね、まあ私たちから言うと事実じゃないことを盛り込んで、日本の加害の歴史を極めて薄めるような教科書を作る、そういう人たちが現れました。で、その作る会のすぐ後、日本の前途と歴史教科書を考える若手議員の会、略称教科書議連っていうんですが、こういう会ができています。会長中川翔一さんも亡くなりました。事務局長安倍晋三、事務副局長下村博文と山本一太、その下に高市早苗などがいます。もうこの名前聞いただけでなるほどという、そういうグループです。後に知事になる山本一太はここにいたんですね。それでこの新しい歴史教科書を作る会を広める旗振りをここでやっていたということです。で、その数ヶ月後、日本会議が発足をしています。日本会議はそこにあるように、侵略の歴史は認めない、強制連行も認めない、反省とか謝罪をする行為は自虐的、反日的だという
主張をする人たちです。で、こういう流れで世間では歴史修正主義と言いますよね。でもそういう言い方は修正という言葉に失礼じゃないかなと。ものを悪くするんですから否定とか改ざんだろうと私は考えます。で、群馬でも2012年5月に右翼団体そよ風、東京でもだいぶ暴れているようですが、このそよ風などから県にですね、その追悼碑の碑文が反日的だ、撤去しようっていう電話やメールが届き始めました。で、2014年までの間に400件だそうです。この間静岡県の知事が4月1日に変なこと言って県庁に抗議の電話が殺到したそうです。この数皆さん聞きました？3日間で1700件です。5日間で2500件です。群馬県はなんと情けないことかと思いますよね。これ3年間で400件ですから1日1件もないんですよね。はーはーって聞いてりゃいいと思うんですが、こういうことがありました。で、11月はそのそよ風が追悼碑の前でこう小競り合いを起こして横断幕を広げて何かをしようとしたんですね。で、群馬の森の職員が止めに入って揉めて、高崎警察の警察官が出動して収める、こんなことが起こっています。追悼碑のところでトラブルを起こすのは守る会じゃなくて右翼団体なんです。で、翌年県がですね、毎年群馬の森の追悼碑のところで追悼式典をやっていたんです。追悼集会、追悼式、それが右翼とぶつかると大変なので今年は許可出さないと言ってきたので、その年から追悼式を違う高崎市労使会館とか教育会館とか違う場所でやるようになりました。で、これ以降ずっと群馬の森では追悼式はしないでおいています。で、9月前橋在住の男性がですね、追悼碑を撤去しろと、設置許可をするなという住民監査請求を出します。でもこの時監査委員は却下しています。監査委員はまともですね。で、守る会はもうその翌年が 10年後1回目の設置更新 の時期ですので県に当然申請を出します。で、この頃文科省は社会科の教科書の、検定基準を変えるんです。この時の文科大臣下村博文です。どういうふうに変えたかというと、教科書で近現代を扱うときは政府見解をちゃんと載せなさい。で、片括弧1、2、3とありますが特に3です。政府の統一的な見解、最高裁の判例があるときはそれに基づいた記述にしなさい。これが後で生きていきます。3ページに行きまして、で、私たちは追悼碑の設置期間の更新をお願いしたんですが、右翼は県議会に設置許可の取り消しを求める請願を出します。で、追悼碑を建てるときは全会一致でみんな了解をしてくれたのが、この頃の県議会はこれも先ほど浅野さんがおっしゃったように8割が日本会議系の県議に変わっています。で、政府はじめ社会の空気もだいぶ変わっていて、で、自民公明じゃない、どちらかというとリベラルっぽい議員までもこれに賛成をしたという事実があって、で、これがですね6月に賛成多数で採択をされてしまいました。で、県は7月11日、追悼碑自体が紛争を起こしているんだと、自主的に移転をしてくれと
言ってきました。で、私たちは拒否をして代替案3つ提案をしたんです。そしたら副知事は真摯に考えると持ち帰りました。で、そのすぐあと22日、県はその提案はダメです、再び自主撤去してください。で、私たちはそれなら知事と直接会談させてくれと、私たちの共同代表角田義一さんと山本一太は参議院議員で同じ時期にやっていた時期があるんですよね。で、群馬当時2人区で山本一太と角田義一さんと2人当選していた時期があったんです。なのでよく知ってるんで直接の会談を申し入れたんですが、その返事もしないその日の夕方、県は記者クラブでですね、私たちがお願いした設置許可申請不許可だという発表を私たちにではなく記者クラブでするんです。こんな不誠実な対応をしました。で、当然知事との会談は行われません。で、この頃、アスタリスクで示したんですが、外務省の井原局長が韓国の李東北アジア局長とソウルで話し合いをして、懸命な対応してくれっていう要請を日本側にしました。それから8月には韓国大使館の総領事が県庁に来て、副知事に県による強制撤去は避けてくれと要請をしています。後で山本一太さんの外交問題になってないって言うんですが、もうこの頃からすでに言われているわけですよ。で、11月守る会は前橋地裁に裁判を起こしました。で、これはですね、3年3ヶ月かかりました。後半が16回。で、今日お持ちした浅野さんの寄稿した文がある、その一面に第5回の口頭弁論の様子が書かれています。で、この第5回は第6回以降、県裁判長がですね、県はいくつかの点についてちゃんと答えなさいということを言って閉廷になって、で第6回になるんですけど、県はですね、これについて文書でこう準備書面を出しただけで、きちんとまともに答えていないんです。こんな裁判がずっと続きました。守る会はきちんと対策会議を持って、口頭でちゃんと、口頭弁論に応じてやってきたんですが、で16回終わって2018年2月14日地裁判決が出ました。一部勝訴となっていますが、決して満足のいくもんじゃないんです。これはですね、追悼式で強制連行という政治的発言があった、なので追悼式は政治的行事になった、なんだけど追悼碑が公園の機能を失わせるようなことはない。で、県が設置許可を認めないのは裁量権の逸脱だということで、前段の理屈は私たちの納得はいかないんですけど、追悼碑はそのままという方向の判決だったんですね。で、その後私たちはこれを確定しようとしてですね、県と協議をしたり、東京高裁、県が高裁に控訴をしたので、東京高裁が和解協議を進めてきました。これを約1年近く何とか和解して追悼碑を残そうとしたんですが、県の追悼碑を撤去する姿勢が全然変わらず決裂をしました。で、高裁の判決に行くわけです。で、その判決の年の4月に維新の馬場衆議院議員が、今立憲民主党に対してひどいことを言っているあの人です、あの人が質問主意書出すんです。教科書の
強制連行、強制労働という表現に関する質問主意書を出しました。で、4月27日、この時菅政権ですけど、朝鮮半島から来た人々を移入の経緯は様々、移入っていう言葉って私は物扱いに聞こえるんですけれども、こう言っていますね。で、強制連行された、強制的に連行されたと一括りに表現することは適切じゃない、徴用を用いることが適切ですという答弁書を閣議決定をします。で、文科省は翌月教科書会社にこういう閣議決定をしましたという説明会をオンラインで開きました。でもこれってもう書き換えの圧力をかけたのに他ならないんです。で、これが2ページの一番下にある政府見解を明記するっていう、あの下村博文が変えた教科書の基準、これに関わってくるわけです。で、教科書会社はびっくりして何とかしなきゃとやっているんですよね。で、その最中に高裁判決が出ました。ですから政府がこういう動きをしている中の判決です。で、高裁判決は前半は前橋地裁と一緒です。追悼式で政治的発言があった。で、このため追悼式典は政治的行事になった。で、追悼碑は政治的争点主張と密接に関係する存在と見られるようになった。要するに議論があって2つ考えがある、この一方だけを主張するものになっているよと。でも、もう一方は右翼のいうデタラメな論なんですけどね。で、追悼碑は中立的な性格を失ったと。で、公園施設として存立する前提を失ったんで設置更新を認めないは妥当ですってなったんです。で、私たちの逆転敗訴、当然最高裁へすぐ上告をしましたが、弁護団長角田義一さんは、怒りを通り越して呆れた判決だというふうに述べています。で、この高裁も後半が6回あったんですけれども、傍聴していた人たちの話をまとめると、県の対応はひどいものです。県はその6回の後半で準備書面を出しただけです。で、裁判長から聞かれると書面の通りですっていうことしか言わなかったそうです。守る会は当然きちんとこう主張をやりました。で、結果こういう判決です。それとですね、裁判官3人いるんですが、第5回の後半の時に裁判長が変わりました。で、最終第6回で3人全員変わりました。こういう裁判所側の人事がありました。で、その第6回で裁判長に就いた高橋譲っていうのは、大阪でですね、朝鮮学校の高校無償化でひどい判決を出した裁判長、これが千葉家裁へ行って急遽東京高裁に移ってこの判決文を書いたっていうことになります。で、すぐその後、中高の教科書各社が慌てて書き換えをしています。こういう流れの中の高裁判決であるということです。で、2022年6月最高裁が上告を棄却で、このひどい高裁判決が確定してしまったということです。で、4番として、それでも私たちは日を何とか存続させようということで動いてきました。まず群馬県とその協議をしました。下のところにですね、10月から県と協議を3回行いました。日程調整を合わせると5回です。で、県はその途中、その協議の中で
群馬の森ではない代替地を提案したいと言ってきたんです。で、それを待って検討しようとしたんですが、県が示した候補地は山の中とか車が1台も止められない河原ですとか、本当に検討するのに値しないような場所でありました。で、そもそも、2014年の県が設置許可更新しない時からもう8年も9年も経っているので、そこから今の現状はどうなったかよく見て判断すれば、また判断が違うんじゃないのかということで、再度設置許可を求めようと、こちらは考えました。で、県はやっぱり群馬の森からは撤去ありきで、もう司法の判断によってふさわしくない施設として違法に存在してるんだということで、法令にのっとってやるぞと。法令というのは都市公園法と行政代執行法なんだそうです、っていうことしか言ってきませんでした。それで、括弧2にあるもう一度裁判を行って、で、火の存続をなんとか確定しようというふうに動きを始めます。4月27日県から追悼碑を撤去して原状回復しなさいっていう命令書が、私たちのところに来ました。期限は区切ってありません。逆に私たちは改めて設置許可申請を出しました。で、6月13日県はその私たちが改めて出したものに対して不許可とする判断を示しました。で、その文章にこんなのがついてたんです。6月13日の2番、この処分についてはうんぬんとあって、6ヶ月以内に県を被告として処分の取り消しの訴えを提起することができます。まさにこれだと。このルールを使ってもう一度裁判をするんだというふうに私たちはこう気持ちを固めたんです。で、6ページを見ていただいて、県から催促の文書が来たりしますが、まだ日はこの時は来ていません。8月8日私たちは臨時総会を開いて、もう一度裁判を起こすぞということを皆さんで決定をします。で、その内容ですけれども、片括弧1番、前橋地裁の判決の中に そのアンダーラインに引いたところですよね。追悼碑について、まず政治的行事が行われたと言ってるんですが、その後政治的行事が行われることなく時間が経過して、そうすると日韓日朝の友好促進という追悼碑本来の機能を回復することもあり得る。つまり時間が経てば追悼碑は元の性格のものになることがあるんですと前橋地裁は言ったんですよね。これだと、これを主張しようということ。それから片括弧2番、県が問題にした強制連行という言葉はですね、碑ができた時全てのマスコミが使っていました。でも県の関係者も誰も問題にしていないんです。これも主張できると。で、3番、トラブルを起こしているのは追悼碑や守る会ではありません、右翼団体ですということで、この右翼団体は東京都からヘイトスピーチを行ったというふうに認定されているんですよ、ここも主張しようというような議論をしました。10月11日地裁に提訴をしました。で、内容はその3点、まずこの裁判の判決後60日まで、執行停止してください。で、その
碑の撤去の命令を取り消してください。追悼碑の設置許可を出してください。この3つです。そうしたらですね、10月27日県から12月28日までに追悼碑を自主撤去してくださいという開国が来ました。7ページに行きまして、12月19日私たちの会議で前橋地裁に出した執行停止はどうなってるんかね、あれを早く出してもらわないと県が動いちゃうぞという議論になって、弁護団に地裁に働きかけを強めていただくということをしました。ここには書いてないんですが、ある警備会社に勤めている人から県が警備員をいっぱい集めている、いくつもの会社に要請を出しているぞという話が届いたり、過剰警備じゃないのかと警備会社の人が情報をくれるということがあって、あれ県が動き出すのかという、心配がなされました。年が明けて1月12日、群馬の森で日の周りのこう木が伐採されているという情報が入って、すぐ見に来ました。周りに重機が入れるように本当に大きな木が切ってあったんですね。19日、地元の新聞がヘリコプター飛ばさない新聞ですが、県が大執行するという記事を書きました。でその文書が19日付の文書が事務局に届きました。でその、1月29日からやりますということと、撤去費用約3000万請求します、それから付記として、撤去した追悼碑は機械に引き渡しますので引き取りをお願いします、要するに取りに来いということです。でもし引き取りがないため撤去した追悼碑に損害が生じても責任を負いません。でこれはどういうことかと事務局長が聞いたら、引き取りに来ない場合は参拝になるということです、捨てられてしまうということです。で実際私たちはその撤去したコンクリートの大きな構造物を取りに行く力も費用もないんですよね。なので裁判をやろうと戦ってきたんですが、大変苦しいと追い込まれてしまいました。ですが同時に前橋地裁にこの行政代執行の執行停止申し立てもすぐ行いました。で記者会見をしたり、高裁に即時抗告受け入れられませんという即時抗告をしました。で24日その地裁に行ったその前の執行停止命令却下という、情報が来ました。で県庁記者クラブで、もし行政代執行が始まった場合には作業の立ち会いを求めたいということを表明をしました。翌日その行政代執行の執行停止申し立ても却下ということです。26日その公園を管理している担当の県土整備部と話し合いをして、作業の立ち合わせは向こうが認めないという返事でした。それとそうこれは事務局長が温めていた考えだと思うんですが、追悼碑に銘板が3つあるんですね。金属のが2枚、陶板が1枚、これだけでも引き渡しできないものか検討してくれというお願いをしました。で翌朝群馬の森でその人たちと実際に碑を見ながら、このプレート銘板を取り外すのはどうだろうっていうのを、話し合いました。でまあ向こうの実際に作業する県職員も
県の県庁の労働組合の組合員なんですね。本当はしたくないんだと思いますが、守る会の意向ならば丁寧に作業したいと。で、当番はひょっとしたらひびが入るかもしれないけど、そういう時は勘弁してくださいと。もう精一杯丁寧にしますという話をしました。で、帰ってきて午後、守る会で運営委員会を開きました。で、法的にもう代執行を止める方法がなくなったと。本当に悔しいんですが、で、物理的な抵抗手段も無理だということなんで、守る会として8ページの一番上ですが、名盤の引き渡しを求めようと。で、翌28日はその抵抗とか抗議っていうことじゃなく、最後の追悼の集まりをしようという話し合いをして、で、夕方県に引き渡しを求める要望書を出しました。で、28日、最後の日なんですが、11時に集まって、守る会としての集まりをしました。で、共同代表が挨拶をして、運営委員の中でハモニカが達者な方がいるんで、アリランとふるさとを祝わせた方で合唱して、で、花を手向けたり思い思いのことをして、終わりになりました。一人右翼の人が乱入してきましたけれども、まあ午前中はそんな感じで終わりました。午後になって、東京の市民グループの人が最後のフィールドワーク集会をやろうということで集まってこられました。この市民グループの人たちは群馬の集会とかスタンディングとかにもよく来てくださって、いつも応援してくれていた人たちです。で、その前後に右翼も来てですね、そこに機動隊が間にザーッと割って入って、そうですね、騒然とした雰囲気になりました。マスコミが伝えたのは多くがこの場面でした。で、5時半閉園の時刻ですが、皆さんなかなか去りがたくてですね、警察官とか警備員に促されて群馬の森を去っていきました。で、翌日撤去が始まったんですが、午後名盤が取れましたと、受け取りに来てくださいという連絡が入って、守る会の人が2人取りに来ました。で、その後ですね、2月5日前橋地裁に出していた請求が2件残っているんですけど、それを、差し止める手続きをしました。で、その後 TBS で日下部さんが報道をしてくださいましたが、最近では3月28日、これも浅野さんおっしゃいましたが、朝日が韓国大使館の職員が撤去の1週間前に群馬県庁に来て知事と面談をしたいと申し入れをしていたということが分かりました。で、その数日後、群馬県は大使館に断りの連絡を入れて、で、代執行による撤去に及んだということがはっきりしました。で、知事はこの28日の会見で公式には要請はなかったというんですが、大使館員が県庁に来てですね、担当の県土整備部の部長に要請はないということなんです。で、今後なら会うよということを言いましたが、この矛盾はこれから追及されていくことだというふうに思います。撤去に至る経緯はおよそこういう流れです。で、考えたことがその後ざっとまとめたんですが、1番、ここが今日のタイトルにある歴史の階段に加担をした人たちです。まず政府、政府は東京ではですね、関東大震災後の朝鮮人虐殺について官房長官が記録がないってずっととぼけていますね。でも、つい先日も埼玉県で証拠が出てきました。それから国会ではですね、
何かの議員が国会図書館にあると、杉尾さんとかね、何人かが言っています。それから自治体の例えばなんとか県市にもあります。なんですが、この100年前首都東京で起こった、あるいは東京の周りで起こったことを確認する気は全くない。一方で政府はですね、従軍慰安婦とか強制連行については、その強制性、軍の関わりを隠そうと維新に質問させて答弁を閣議決定をして教科書まで書き換えさせる。これって学問研究のエリアですよね。そこに政治権力が介入するっていう愚行をですね、繰り返しているんですけれども、こういうことが歴史改ざん、歴史指定する人を元気づかせるんです。でヘイトスピーチも活発にさせます。ヘイトスピーチ解消法では解消しません。今逆に元気になっている。で結果市民の集会とか表現の自由とかの権利を脅かしているということです。政府が歴史改ざんに手を貸した、あるいは歴史改ざんをこう後押しした、ということであります。ジャーナリストの安田浩一さんは、歴史は為政者や差別者のものじゃないというふうにおっしゃっています。今日の朝日の記事に佐渡金山の朝鮮人の資料をやっぱり行政が隠している、あるかないかも言わないっていう記事が出ていました。12月に同じようなこと、同じ方が同じコーナーで書いている、その続編ですけれども、もうじきイコモスが佐渡金山世界遺産にするかどうかの判断をするんだそうですけれども、韓国ではこの近代の朝鮮人の歴史を隠しておいて、認めるわけにはいかないという論調になっています。2つ目が群馬県と知事です。群馬県もこの間かなりデタラメなことを言ってきました。まず県庁へのそよ風などから抗議電話やメールですけれども、本当は碑文が間違っているっていうことですから、いや碑文は政府とも調整をしました、間違っていませんって答えるべきなのに、そうじゃなくてですね、追悼式で守る会側に強制連行という政治的発言があったという言いがかりのような主張を行ってきました。それからさっき言った歴史学上も認められている強制連行という用語を政治的だと一方では批判をします。で一方では強制連行はなかったという歴史否定者の主張と対峙する論というふうに扱うわけですよね。でその論争と対象となったのは、論争になったのは追悼碑が問題だと、追悼碑を撤去しようという方向に持っていきました。で結果的にこれは歴史否定者の思惑通りになってしまったということです。で知事はですね、会見で歴史を修正しようという考えはないと繰り返し言っていますが、自分がやっていたでしょと、それを隠すごまかす発言ですねということです。最初に言いました教科書議連を作って自ら歴史修正主義を広める旗振りをした、過去を消し去ろうと、あったことをなかったことにはしないでもらいたいということです。でこれ朝日あじゃない岩波の世界の一番新しい4月号にパクスネさんですかねっていう方が原稿を書いていますが、その中にこうあります。ネトウヨの講義にこう少しあってですね、屈したというより面倒くさいものはなくしてしまえという疑念なき怠惰さの果ての判断だとも感じていた。
行政がですね、この理念なき怠惰さにこう覆われてしまったら、この国、この日本の地域ってひどいものになってしまうなというふうに、とても恐ろしさを感じました。群馬県知事も歴史の改ざんに加担しているその一人であるということです。3つ目、裁判所です。裁判所というのは、下に憲法76条を書きましたが、その良心に従い独立して憲法法律にのみ拘束されるとあります。ところがですね、この裁判所は強制連行という表現が日の前で行われたことのみを理由として非が忠実的じゃないという判断をしたのは、法律とは全然違う価値観を持ってきて、でつまり政府の考え方を基準にして行った政治的な判決と言えます。そうすると、裁判所がですね、市民の表現を弾圧しかねない、そういう危険な判決になっているということであります。次は、さっき言いました、この歴史否定、歴史改ざんの流れの中での高裁判決であります。裁判所も歴史改ざんに加担をしたと言わざるを得ません。10ページからは、木が撤去されたときは、ちょっと私たちも興奮していて周りがよく見えなかったんですが、だんだん落ち着いていろいろ考えて、こう思いつくものをざーっと書いたものです。1番、その強制連行の歴史は消すことはできないということです。2番、この建てる会、守る会の先人たちは大きなことをやったなということと、その真ん中から中島飛行機を作った中島竹平という人は、敗戦の時、敗戦直後ですね、東国内閣で軍需大臣を務めました。そして強制連行の資料を焼けと指示を出した張本人です。で、その地元の群馬県で、その朝鮮人の強制連行、強制労働の事実を調べて、で火を作った人たちの意義はとても大きいと改めて考えます。で、3番は、さっき言いました強制連行という言葉は政治的発言ではないということを書きました。4番はお読み取りください。5番もあれですね、すでに言いましたね、県の間に。で、その6番の手前です。知事をはじめ公務員は憲法尊重擁護義務が課せられていますっていうのは、この浅野さんの寄稿された文にも同じような内容があります。まさに同じ思いです。行政は市民の権利を守ることがその職責だということですが、群馬県は逆のことをしてしまったということです。6番、右翼排外主義者、これも杉田水脈のことです。山本一太知事は、杉田水脈の発言は個人の心情だと言ったんですが、群馬県の行為が彼女を勢いづかせたのは明らかです。群馬県の責任は非常に大きいと思います。高裁の問題、これも、まあ、高裁の理屈がですね、ここに書きましたが、風が吹けば桶屋が儲かる的です。裁判所というのはこんな判断をするのかということです。それから論争と言われましたが、私たちの考えとそよ風の考えを並列に並べて論争というのはやめてもらいたいという思いがあります。8番、憲法21条表現の自由、この政治的発言をすると非が撤去されてしまうとなると、口に出す言葉を相当考えざるを得なくなります。これはもう表現の自由に関わる憲法問題です。
ただ最高裁はその憲法判断をしませんでした。最高裁ってかつて憲法の番人と言ったそうですが、今は権力の番犬となってしまって独立した司法権はもうないんじゃないかということです。9番、公民の教科書にはそれでも三権分立についてはきちんと書かれています。こう書かれています。国の権力を立法、司法、行政の3つに分けてそれぞれ別の機関が持つことで権力の集中を防ぎ国民の人権を守るという考え方ですと書かれています。この教科書の記述は間違ってるんじゃないか。だったらこの教科書の書き換えをさせるべきじゃないか、それとも社会が間違ってたら社会を変えないといけない、この皮肉みたいなことを書きました。最後は山本一太知事についてです。でも浅田さんおっしゃいました。司法の判断というのは10年前の県の設置許可を認めなかった県の判断は妥当としただけで撤去しろという判断は一切してないんです。撤去を進めたのは山本知事だから、ここには知事の言っていることと撤去には開きがあるということです。それから外交問題になっていないと知事は繰り返してきましたが、これからその発言の矛盾が追及されることになるということです。さて、私たち守る会はこの先輩たちアクション50の過去の真実をに向き合って、で未来を展望しようという考え、これは変わるもんじゃない、日が撤去されたから色褪せるもんではないということです。なので今回のこの場のように、県と裁判所の判断の問題点を丁寧に皆さんにこうお伝えして広めながら、守る会の活動や考え方に理解賛同してくださる方を増やしていきたいという思いです。それと今回の群馬の例がですね、悪しき事例として全国に絶対広めちゃいけないという思いがあります。で、同じように戦っている人たちが全国にいらっしゃいます。その人たちと連携をしながら、あるいは研究者の方とも連帯をしながら運動を広げていきたいというふうに思います。それと日はなくなっちゃったんですが、来月11日例年通り追悼集会を教育会館に開きます。で、日の、その午前中群馬の森でバーチャルで見られるというそのお披露目をしようと考えています。で、その追悼集会のあと守る会総会を開いて総括をしますが、守る会としては守るものが撤去によってなくなってしまいましたので、守る会というのは一応解散を考えています。ですがこのアクション50の考えを引き継ぐ新しい組織を立ち上げようと、名前も少し変えて立ち上げようと思っています。で、その県から帰ってきた名板3枚をそこに並べてですね、アクション50の考え方でさらに運動を強化していくぞっていうことをその名板とともに確認し合う、そんな会にしたいというふうに考えています。ざっと流れとですね、今考えていることを申し上げました。以上で私からの報告は終わらせていただきます。後で皆さんから皆さんもいろんな経験やお考えをお持ちでしょうから、私もこの場にいろんなことを教わりに来ていますので、遠慮なくいろんな話をお願いできたらと思います。どうもありがとうございました。I'm going to go to the next one.
撤去費用についてです。今日が20万ですね。25日事務局に、県から撤去費用支払い命令書ですかね、というのが来ます。で、額は当初よりぐっと額に下がっています。で、それについて、それでもかなりの額なんです。で、役員、共同代表と弁護士とどう扱うかっていうのを近日中に協議する予定になっています。額はまだ公表しないでっていうことになっていますが、3000万円からするとだいぶ安くなっていますね。その3000万の内訳は撤去費用1400で、警備費用1600だったんですね。で、やっぱりその後その警備費用1600っていうのはどういうんだっていう批判の声は上がっていたんですね。で、あとは撤去に関わる日数が当初11日の予定が3日間で終わったので、うん、額は減るだろうと予測はしていました。なので、まあ額は減ったんですが、だからといって、普通の私たち一般の市民が、ね、払えるような額じゃないので、じゃあどうするかっていうのを検討するっていうことにしています。私はこの請求が大丈夫なのに、下山弁護士が同じよく来てるので、彼とうちにさんと、うちにやってる時のアメリカの自分の部長と、私が会った時に、もう早く会を解散し、会を解散して、解散してしまえば、もうないわけですからね。皆さん、石村博之という人を知ってますか？石村博之というよくインターネットに出てくる、昔、チャンネルで、はい、のいい書き込みがいっぱいあって、私も被害者なんですけど、裁判を求めて、8ヶ月で、10万2億ぐらい賠償金をですね、賠償金が出てるんですけど、会社を全部、解散してですね、シンガポールに逃げたりして、1円も払ってないんですよ。そんなやつをテレビやインターネットでですね、一番よりか、この、最近では、おとむけ、おとむけさんの、インタビューはですね、今の住民選挙の、おとむけさんの応援したのが、今日もいっぱい、身内が並んでますけど、とんでもないですよね。したがってですね、もう私は、西村博之さんに、見習って、守る会も開催してしまえば、開催してしまえば、もう通っちゃらないわけですから、でもともと守る会は別に、いい団体ですから、別に、法律的な状況ってるわけでもないので、もう聞いてもないから、もう、新しく開催してしまえていったんですけど、でもまだ正式に開催してないんで、決まったんですけど、私はこれはちゃんと受け止めなって絶対上がらない。これはそのためにに選挙場を回って、それかけの山の地域に選挙場を回ってですね、徹底的に戦うべきだと私は思います。私も心情的にはお願いして撤去したわけじゃないので、請求書はそちらへという思いがありますが、今までもこの件じゃなく行政として代執行せざるを得ない作業とかはあるんですよね。
その前例、どういう前例があったかとか、法的にどうかっていう相談をこれからしていきたいと思います。守る会は、追悼碑のなんかちょっとこう壊れたとか傷ついた時の修理費用は貯めてあったんです。わずかですけど、全然足りませんが、それは差し押さえになってもやむを得ないとは思うんですが、それ以上のものはもうないので、はい、で、どうしたらいいかこれから決定します。はい。東京高裁で、その先ほど第5回後半で裁判長が交代、第6回で裁判官、裁判長を含めて3人交代という人事があったんですが、そのことについてどうしてかというのを守る会が問いただしたのかというご質問がありました。裁判所にはしてないんじゃないかなと思います。私も今になっていろんな記録を見るんですが、それはしてないですよね。ただいろんな場でこういう問題なんだっていう主張はしてきました。で、しても裁判官って政府が任命するので、もうね、止まらないということもありますし、この高橋譲っていう裁判官は定年前に胃がん退官してるんですよね。逃げおおせたという感じです、すぐにこのことを問題にもっとすればよかったんでしょうけど、これを問いただしたという事実はないということです。はい、前の方ですけど、いろいろはですね、裁判官の人事も最高裁であります。最高裁判所、つまり制度ではなくて、最高裁の、最高裁でですね、この、お前に対してですね、それは最高裁だと言っているんです。それは最高裁は、最高
て、さっぱりまくりでて、ちょいでちまって、最高体の中に自分で困らず、最高体自分で困らずは、いわゆるエリートの裁判官が扱ってるんですね。大体東大を忘れたエリート裁判官がですね、全部集まってて、この連中はもう財界、政界と繋がってる連中ですね。したがって、リベラル代表は全員一人もいません。まあ、弁護士から選ばれた人は、さすがには少し間違うことを小中堅で発表することもあるぐらいですけど、本当に日本の裁判所はいないです。ですから、海外のようにですね、ヨーロッパのように裁判官とですね、きちんと公正な第三者の方を開き出しまって、多分選ぶようなね、仕組みを考えないと、から、地域に設定的に最高裁っていうのは、ちょっとありますよね。最高裁の裁判官の国民審査もありますよね。あれは全部、バッチをつけてください。あれはね、バッチをつけるようにしなくていいのに、バッチをつけるようになっているんですよ。バッチをつけるように、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 だからな、めんどくさいので、バッチはつけないんですけど、私は毎回全部バッチをつけます。ですから、そういうことで、裁判官の交代をですね、問題にすることができないです。つまり最高裁の初め、最高裁が決めたことを、これを裁判所に訴えることができないです。それじゃあ、裁判所が決めたことを、裁判所が、これは冤罪事件ということですよ。お友達事件でも、全部今村ちゃんの言い合いにした裁判官が、我々は相手を法的に体を訴えることができないんです。体に、検察官が、検察官を訴えることができるのが、裁判官を訴えることができない。これも、だけど、私は主要なところに進めている現状の中に、嫌な認識ができているので、どちらかによって、アベルカ的な認識を果たして、本当に認識なんだということは、よく払われているとてもと思います。はい。柳田です。この12ページの経過報告を丁寧にお話しいただいて、とてもよく経過は分かりました。これで12ページの今後の方針6番目のところに、守る会のこれからどう活動していくか、ここが一番大事だと思うんですね。5点ほど書いてあります。守る会の活動に賛同してくれる増やしていくとかありますが、2番目に書いてあります、全国の150ぐらいの施設に波及するものを避けなければいけないというのは、ここ大事、一番大事だと思う。私ものすごく波及すると思う。悪い向こう側が成功したから、悪い意味でこれが一番大事なんですよ。で、そういう意味で言うと、川口さんがお話しいただいた中で、やっぱりどういう点か反省をして、今後具体的にどうやらないかんかという点はね、もう少し会の方でも立派な役員の方がたくさん見えるんで、具体的にされた方がいいと思います。全国にはものすごく発揮しますよ。最大限にそっちが思われる以上に私は発揮すると思います。です。しかも悪い方に。そうすると全国と連携すると同時に、地元でもう一度どうやってこのけしからん山本知事を含めてどう反撃するかということを分かる形にするのが大事ではないかなと。つまり全国150ぐらいに非常に悪く大きく響いてくるんで、もう少し具体的な総括の方針を詰められた方がいいではないかなという希望であります。で、私たちも原発で今日本原発
東京電力と戦っておりますが、向こうは全く悪いもしない例が多くありますが、まあ、主に最終行動で必ずビラを2000枚、3000枚巻いて追求しておりますけども、あの大変でしょうけども、今後のある意味では朝鮮の人たち、あるいは日本が過去に起こった罪を反省する一つの非常に大きな運動だったと思うので、ぜひ皆さんの貴重な運動を総括と方針をもう少し具体化されて、今後頑張られることを期待します。私たちも応援します。どうもありがとうございました。あの、そのこ、それとはまた違うことでちょっとあのお話ししたいです。あ、じゃあまずこれ、はい。追悼碑をぜひ再建してほしいという気持ちと、中国人の追悼碑に対する嫌がらせなどはないのか。で、強制連行ということで、朝鮮人の方が攻撃しやすかったんでしょうかという、そんなご質問いただきました。あの、県内に中国人の慰霊碑がいくつかあります。これは戦後間もなく日中友好協会が事実を調べて建てたものがほとんどです。で、現在もあの日中友好協会によって慰霊祭が行われています。で、果実ですね、4月7日太田市にある中島飛行機の地下工場を建設にあたった中国人捕虜の犠牲者が十数人いるんです。その慰霊碑が近くのお寺にあるんですが、そこで慰霊祭がありました。主催は日中友好協会です。で、その記事を見ると、ちょっと質問とは離れるんですけども、戦時中に労働力として日本に強制連行されて死亡したとされる中国人の慰霊祭が7日云々とあります。上毛新聞ですけど、強制連行って今年4月8日です書いてるんですけども、で、中国は戦争で戦勝国になりました。で、日本に入ってきていろんな調査や、あの、慰霊碑を建てるとか、そういう行動ができたということです。で、差別嫌がらせも特段は聞いてはいません。で、朝鮮人については私の考えですけれども、朝鮮半島の人に対するやはり日韓併合で植民地化したということからかもしれませんが、差別心があって、それで今でもこの朝鮮人への攻撃、その一環として追悼碑を撤去しようという、あるいはヘイトスピーチ、そういうのが続いてるんじゃないのかなと思います。で、追悼碑の再建についてですけれども、言いませんでしたが、すぐには現実的に再建は難しいと思いますが、少し先の目標として再建はするという、そういうことは5月11日には申し上げるつもりです。ただ、さっき申し上げたその撤去費用の請求ですとか、そういうこともありますし、今の政治状況ではどこに何を言っても動かないという状況です。なので、すぐすぐではなく、この社会にもっと訴えて社会を変える、政治を変えることをしながら、最終とは言いたくないんですけど、機能再建は目指したいというふうに考えます。で、その一つのきっかけが、あの、お話の中で言いました山本知事の外交問題にはなってないという嘘ですね。では記者会見で言ったんですが、記者の後ろには県民がいますから、県民を欺いた言動だというところからですね、あの、動きが作り出せればと
というふうに考えます。柳田代表から総括方針をもっと具体的に、で知事に対して反撃するような内容っていうふうにアドバイスいただきましたので、ギリギリまで役員と何かしらもっと分かりやすい力強い方針をなんとか相談して出したいと思います。以上です。すみません、一言いいですか。すみません、私は群馬県の吾妻の出身です。で群馬県の吾妻で生まれて育って、で高校の時は吾妻線を使って通学してました。でその吾妻線がいつどんな風に作られたかなんて、その頃は群馬にいる頃全然考えてなかったんですけども、結局戦時中に連行されたその頃で1000人ぐらいの朝鮮人の方々が吾妻線を作ったということを追悼碑を知る中で知ったんですね。で群馬の森にあった追悼碑の碑文を読んで、それでそれが撤去されるっていう裁判があるっていうことで知ったんです。やっぱりそういうものがあるっていう、目に人の目につくところにあるっていう、その歴史をきちんと知らせていくってことがどれほど大切なことかっていうのをすごく感じたわけなんですね。でやっぱり群馬県の吾妻の中之条っていうところにその博物館、歴史博物館があるんですけども、そこに中之条町史っていうのがあって、その中には朝鮮人の人たちが連れてこられて食べるものも全然なくて、で、群馬鉱山からその戦争のため その鉱物を運び出すために特貫工事ですごいもう朝昼夜区別なくすごい労働で働かされて、犠牲者も出たっていうことが書いてあるわけなんですけれども、そんなことも全然知らなくて、本当に恥ずかしい思いなんですけども、犠牲者がいたことは事実だし、うちの本当になんていうの、国労の高崎の人たちの話では、吾妻線の下には朝鮮人労働者の骨が埋まってるよっていうことをずっとザザ言い継がれてきてるっていうことを聞いたんですね。ああそうだなと思って、なんか確かに長子、中野寺長子読んでみると、岩櫃山ってすぐ上一つの近くのね山のところに骨があったとか、私なんか小さい頃河原で遊んでて、男の子が「おいこんなもんがあったぞ」って骨を見せてくれたことがあったんですよ。え何それ気持ち悪いから捨てなさいよとかってその頃は言ってたけど、ああそういうことが結局その朝鮮人労働者の強制連行ってことだったんだっていう、その歴史っていうのがもう自分 その生きてくる中での地域でのこととして実感したっていう思いがあるので、そういう大切なことっていうのはちゃんと伝えていく必要があるというふうに思いまして、追悼碑はぜひ再建してほしい。私も何か力になりたいと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。群馬の森に追悼碑があった時も、これ何って知らない人たちも大勢いるんです。ところが後ろへ回って碑文を読むと、今おっしゃった方のように、あこういう歴史があるんだというのを知るスタートになります。それもなくなってしまったということは、やっぱり歴史を消し去る、そういう動きだというふうに捉えます。で中之条には愚か者の碑というのがあって、戦争に加担した公務員の人たちがそれを反省する碑ですよね。でその吾妻線、今おっしゃった通り朝鮮人の強制連行で働かされた人たちが大急ぎで作ったんです。で鉱山の鉱石を早く運ぶため、で一つは群馬鉄山の鉄を川崎の日本鉱山に運ぶためだったんですよね。でその吾妻線は山本一太が、彼草津出身ですから、高校に通う時に毎日乗っていた電車のはずなんです。そんなことも彼は忘れているのかもしれませんね、はい、重く受け止めて再建に向けた世論作り、社会作り頑張りたいと思います。ありがとうございます。中国は中国に対するいわゆる日本の力の
こちらにちょっと朝廷に対する違いは私は私もいつも考えています。日本にはアジアに対するすごいこう優越意識、欧米に対する暴力とかみたいなものがありますけども、私インドネシアに4年間でつくづく東南アジアに対する差別もすごくあると思います。留学生に対する態度にしても、欧米のいわゆる白人の学生に対する大学はビリ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 しているんですけど、本当にアジアに対してはひどい扱いをする。例えば東京大学にいた時に、各国の留学生がアパートを借りる時にですね、その学生がいるところで電話をするんですね、家主に。それで家主に外国人でもいいですかって聞いてるんですよ。だからそういうことを聞いた留学生はすごい気に付きます。これやっぱり中国人にはそんなには言わないです。だから私から朝鮮に対する差別というのが今すごい私は日本にはありこっている。でこれはやっぱり私はある種朝鮮に対する伝統なんだと思ってるんですよ。世界で初めて紙ですね、紙を作り印刷をしたのはクーデルなんではなくて朝鮮なんですよ。朝鮮はもう1500年、2000年前から日本にまだ言葉がなかった時から朝鮮にはそういう活字の文化があった。で、全ての日本に来ているいろんな仏教とかそういうものはですね、全部中国から朝鮮半島を通って日本に来ているわけですね。で、私はどう見ても邪馬台国、それから平城京、日本で最初に政権を作ったのは朝鮮だと思います。朝鮮の人たちが日本に来て渡来人といてですね、ですから朝鮮から来たのがまずいから天孫降臨なんですよ。天孫降臨って言ったのは本当に日本という国を作ったのは朝鮮人だという、天皇の先祖は朝鮮人でなかったということの、そういうことがある種も分かってるから、どうしても朝鮮人を耐えところがですね、三度革命に日本が最初に成功して、朝鮮よりも日本の方が、中国よりも日本の方が先に近代化をしたことによってですね、いわゆるエコノミックアニマルだったり、なった日本はですね、その朝鮮や中国を見下すようになったり、したがって特に朝鮮に対しては1905年から41年にわたって特に付き合いをしたりしてですね、日本人だったわけですよね。朝鮮文化を抹殺し、朝鮮民族の文化を抹殺した、そういう41年間のその朝鮮と文部総統部による特に付き合いが、その政党が世話現状に近くね、1910年の日韓併合は国際法上正当であったということを日朝政権も言っているわけです。したがって中国やアメリカには謝ったというか戦争に負けたと思ってるけど、朝鮮は同じ民族だった、同じ国民だったから、内政問題であるという立場だと私は思います。したがって1905年1910年の日韓併合が侵略であり、朝鮮占領であったということを日本人が認と聴覚しない限り、この朝鮮と日本、韓国と日本の関係は正常化しないと思って私は思っております。したがって朝鮮とどう向き合うか、朝鮮とどう関わるかということがこれから非常に重要です。中国は大国です。中国は怖いですから、日本もそんなには手を出せないんだけど、朝鮮を見下し、朝鮮をコントロールしたいという、この1905年以来の日本人に残っている中国人みたいな中国の優位性を持っているという政治と、そういうものを全て一緒に決めちゃい、朝鮮も成長も
定では協定前に近くの警備を作って、その協定のところに紙に文を書けないのか、どういうのをまとめに書いているかわからないので、ことで お尋ねします。認可した時と、あの認可しなかったの、この10年間で県会議員のメンバーというのはガラッと変わらなければ説明がつきにくいと思う。で、更新許可を見て、更新を認めなかった議員の中には、あの総科学会、公明党もいるとおっしゃったと思うんですけど、平和の党である公明党が、までもが山本一太と同じ考えだったのか、ということです。一番最初、全会一致で、こう、国議会で請願が採択されたときは、私たち側の県議の働きかけが、功を奏した。自民党の県議の中にも、8月15日を敗戦だっていうような理解のある人もいたり、当時の、沼田市から出ていた自民党の県議、自民党沼田支部長ですけど、その人は追悼碑の除幕式に参列をして挨拶をしています。正しい歴史を伝えることは大事だというふうに、そういう自民党の中にも分かっている方がいました。なので私たちのリベラル側から働きかけて、その自民党の議員が自民党の中でも話をして、で了解を取ってくれたという経緯があります。で、その10年後はもう何て言うんですかね、例えば私たちは教育の予算の問題で県議会に請願を挙げるんですが、教職員組合からの請願はもう本部に、自民党本部に聞いてダメっていうので全然通らなくなっています。つまり8割が日本会議の連中で、自民党本部がもう安倍政権って敵か味方かはっきりさせて、敵の言ってきたことは全部シャットアウトっていう政治姿勢ですよね。で、そういう政治姿勢に県議会も染まっていて、自分の頭で考えて自分の足で立っている議員がほとんどいなくなってしまったのではないかと。で、それにくっつく公明党も、自分たちの政党は何のためにあるのかと、自分は何のために議員をしているのかと考えるんではなく、この人たちにくっつくことが一番の政策目標になっているので賛成したと。それとあとはですね、新政界という自民党会派ではない人たちがいたんですけど、その人たちもそっちに乗っかってしまいました。で、反対したのは当時私たちがにいたフォーラム群馬、労働組合出身の人とかですね、いわゆるリベラル勢力と共産党、それだけになってしまったっていうことですね。自民、公明、それから新政界、その賛成で、
許可しないっていう政府が取ってしまったということです。一体の人はいないですか？一体の人はいます。ここはどういったんですか？ここはこちら側で、その請願に反対の討論に立ってくれました。だからちゃんとやってくれたんですが、ダメだったということです。やっぱり割合はほとんど変わらないですね。これはもう一番でもないですけど、自民党の県会議がほとんどです。この6割から7割自民党ですから、関東の東京神奈川以外はもう全部埼玉、千葉や茨城や群馬、栃木はもうほとんど自民党です。みんなと時計屋さんとか幼稚園の影響とか、そういう連中がみんな県会議なんで、王子の人はそういう人ばかりです。県会議っていうのはほとんどの企業では自民党がほとんど3分の1から戻ってんじゃないですか。ですから非常に悲惨な状況です。ですから党割合が変わったんじゃなくて、そういうと自民党や公明党の議員に戦争を知る世代がいなくなった。私は野中裕美さんとかがすごい伝えたんですね。後藤田さんもそうですけど、彼らは右翼です。すごい右翼だけども、特に野中裕美さんなんかは絶対靖国神社を認めてないですよ。あれは靖国神社を解散すべきだって言ってますね。あれは官軍だけを守るまっすぐところであって、あいつらは入ってないということでですね、私の同社大学で彼に講演してもらったんですよ。朝のゼミが野中さんを呼んで、野中さんも提案のゼミに呼ばれると思わなかったんですけど、その講演の記録はやインターネットに出てますけども、彼はこうはっきり靖国神社は解散すべきだった。だから後藤田さんも、美濃和の坊さんというのは自衛隊のイラクの愛にこいつに対して裁判まで起こしたんですね。もうなくなったんだけどね。ですから自民党であっても戦争だけはダメだという宮沢市長もそうでしたね。ジャガルタに来た時に自衛隊を観光地に出すかどうか揉めてる時に、俺は本当は災難だと。だけど今の自民党の我が連中はね、戦争のこと全然わからないから貴様聞いたよと言って悩ましいんだということを言いましたね。ですからそういう自民党の中に戦争を知る世代がいなくなって、その思いを本当にこう寝取るようになられちまいます。どんどんどんあちこちへ。でこれは自民党だけでなくて、我々の社会全体にですね、ちょうどこんなに人が少ないのはですね、柳田さんには悪いんですけど、我々の宣伝の問題ではないです。特に首都圏ではですね、こういう集会にも今50人が役に立つのがもう精一杯ですよね。そんなものは全然いません。この間も松戸で原発の青木さんを呼んで松戸でやったんだけど、もう平均年齢75歳ですね。78歳かもしれません。ゼロですよ。ですから我々のですね、我々がそういう若者を作ってしまったんですよ。教育の場所によってですね、そういうなんていうか社会に関心を持たない、そういう友人を作り出したのであってですね、決してこれは前編の問題ではないと思います。あまりにも惨烈。またですね、地方の方が人が集まりますよ。東京はですね、いろんな党に分かれて、あいつがやってんなら行かないとか、まるまるはだから行かないとかですね、そういうもう細分化されて、どれだけ一つにまとまって、自分たちの点をですね、表明することをなんかもう、全然そういう利益がなくなっていることを、これを深刻に考えないといけない。だから我々はですね、我々の中に安定的な歴史観、日本海に出てない歴史観、朝鮮が自分たちの味方、そういうものは非常に深刻だと思います。非常に深刻です。我々は本当にもうフランス革命の前、1789年の前の
僕はあの市民じゃないと言ってるんですけど、大臣の人、日本には市民じゃないがないです。いまだに他に言わずならわない。他に一度なる人民、英語で言えば三点の三点で豊かまで、政府離婚、コビル、強いのにコビル、大企業にコビル、自分だけで食べて、自分だけで食べればいい、重要もない、重要的な意味がもない、そういう状態になってしまっているという、これをどうやって変えていくかという深刻な問題をですね、この問題も突きつけていると思います。これだけ、ついぼりのこれだけ、どういうことが起こられても、本当に、今が自分の問題の時が考えないような支配になってしまっている朝鮮南方に、お得に投げなくても、朝鮮南方の南方に、コロナ戦に、急に投げなくても、誰もそれをおかしいと思わない、おかしいと思って攻撃する人が数十日しかないというのに、この本当に情けない現状に対して私はその場合で本当にあの人間してます。どうしたらいいのか皆さん人間に考えてもらいたいと思います。一人一人の方に言ってもしょうがないんですけどただブランで見てる人にも言いたい、自分の職場の隣の人、家族の人、友人にあの問題を提起していきましょう。柳田さんが言うように現場で戦う、現場で攻撃する、どんなに大変でも長くなって申し訳ないんですけど、私は農務省の築地さんを尊敬してます。彼は最悪ではありません、バルディットではありません。だけど11ヶ月、農務省の築地は私との対談で攻撃ました。私たちが日本の天皇制や南アフリカのアパルトヘイトに反対、ナチズムに反対というのは簡単だ。しかし自分の業界でベトナム戦争でから帰ってきた、世界で帰ってきた先進な若者に対して、自分の業界で僕たちがあなたは自由のために死んだ、自由の生命を生むために正義のために死んだという説教をした時に、それは違うと言って手を挙げて、これはアメリカの軍産共同体によって殺されたんだということをきちんと手を挙げて言えるかどうかが問われている。よその国の中国の言論たちや南アフリカの人種差別のことを言うのは簡単だけども、自分の隣の職場の人が過労死んだ時、差別を受けた時、ハラスメントを受けた時、解雇された時に本当に共に戦うかどうか、それが問われているんだということを直接は言いました。私はそういうことで、そういうことに伝えて、あれこれの教育と信用しない、自分の職場や家族や地域できちんと正義をつなぐということが、自分自体を変えるんだということを直接は言ってました。それは本当に同感です。すいません。1月25日の時の知事の記念会見は見てたんです、視聴してたんですけど、その後3月28日の会見で、だから韓国大使と会うって言ったんですけど、もうそれから1ヶ月経ってて、韓国大使となんかもう会うという日程も決まってたと思うんですけど、その日程は過ぎたんじゃないかなと思うんですけど、それでの会見のこととか、その報告、山本一家の会見の報告とかはどんなことを言ってたのかなって。最初守る会にも韓国大使会いたいって来て、4月11か12で調整してくれと言われて、
で11日の午前っていうふうに一度私たちとの面談がね決まったんです、うん、なのでその日に知事とも会うんだろうと思っていたら、うん、キャンセルしてまた日を再設定すると、まあ、4月10日韓国選挙だったので、ね、与党負けましたので翌日会うというのは避けたのかなと。キャンセルしたのはどっちですか？県ですか？向こうです。韓国大使の方から、県は分かりません、韓国大使の方から連絡が来たと。それで、今度ね、5月9日という、5月9日、じゃなくて5月9日にって言われたんですが、それも最近になってその日はなくなったという連絡がありました。おそらく私たちは構わないんですけど、知事のせいじゃないかなと思います。で、私たちも11日総会なので、大使に合わせるしかないと、多くの関係は困るので、11日においでいただいたらという連絡をしたことはしたんですが、ただ、それがなくなって、また日を再度設定ということになったと思います。きっと山本知事ですから、大使と面談したら急げに何か言うでしょう。ですからまだだと思います。分かりました。ここで入れ始めてください。長きりやすいよ。見てますね。中日に対していらっしゃるので、韓国って中日韓国大使でしたので、基本的には外国人っていうのは政府だと思うんですね。だからその政府の方には、一応了解を取って取りましたので、どこかで日程を合わせて、大使が来られるということであれば、これはもう昨日連絡をいただきましたので、お会いしようかなというふうに思っています。先週金曜日に大使から知事宛てにあった、書簡には、この追悼碑問題で、面談して今後の対応を協議したいみたいなことなんでしょうか。ちょっとそこら辺の中身を、はい、まあその、中身はともかくとして、これ朝一分の女性のジャル型なのでいつも聞いてますね。じゃあ最後に、これで終わりたいと思いますが、どなたかいらっしゃいますか？あ、じゃあ、はい、すみません。私も、追悼日の関連で、群馬県内の、スタンディングなんかにも参加したことがあります。それで、まあ、それほど毎回行けるわけじゃないので、はっきりとは分からないんですけれども、さっきちょっとお話に出た、議員の方、共産党の酒井さんは何回かその現場でお会いしたことあるんですが、他の立憲民主党の人とかは、その東京でも、群馬のスタンディングでも全然会ったことがなくって、その辺ちょっと議員さんたち その関心の持ち方に対して、まあ、個人的に非常に不満があったわけなんですけど、その辺 の守る会との連携とか、議員さんたちにどういう気持ちを持っていらっしゃるのか、その辺ちょっと一言お願いします。はい、ありがとうございます。おっしゃる通り、議会で知事を追及する質問をしているのは、この間共産党の議員です。で、立憲の人が入っているリベラル群馬という会派があるんですね。で、そこの議員は、例えば、追悼碑の名板を引き渡す、その交渉の担当部とその話をつけると、
そういうことで動いているんです。ただ碑を作るときは、ね、そういう議員が先頭に立って動いていたのから見ると表に出なくはなっています。で、その今きっとねお考えになっていると思うんですけど、表で先頭に立って動くっていうところから裏で少しでも身を取るためにこう話し合いをするっていう風にスタンスを変えているような嫌いがあります。で、私もこの残念に感じています。ただ県庁前のスタンディングの時はあの女性の議員が来たことはあります。なんですけどやっぱりね、あの皆さんに見える形で行政を追及してもらいたいですし、私たちも運動の先頭にも立ってもらいたいという思いは同じです。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you for joining to a big my final my my final you know I know you know now and go then me at all and the people you know they can get to the big one more they bought it to them with it and to actually watch it and I know これからあなたの地域を使って皆さんぜひご安心一致あの私はちょうどこのおかみさんの講座と戦ってしまっていけないで、あのなんかおかみさんがご安心一致なら相手のと言われてこの文化のことをひどい秘密のことをちょっと忘れてしまってて、もうおかみさんはあのそのしかないと言うんで決めてしまって、あの今から変えてくれとも言えないんでいけませんので、皆さん私の代わりに大会行っていただいたらご注意を頑張りますので、ご注意をぜひしてですね写真を撮って、あの皆さんにまたですね広めてもらいたいと思います。とてもあの11時から行われるあの現場で行われるあのバーチャル会見ですか、これはすごい私素晴らしいあのつもりじゃないとできませんので、あのぜひですね行ってもらいたいと思います。で、あのそれでですねこれを全国に移りしない、これあの東京今日も見てたあの東京新聞の記事もですね全部原版なんですよ。原版で文化現地がその報道されてなくてですね、私あのこういうニュースを全国に移りしない、その東京の新聞を上から NHK で最新聞に関してですね本当に怒りを感じます。鹿児島の鹿児島の鹿児島に使ってほとんど全国に移りならないですよ。もう一回ビッグ園も使って江戸も地域よりもと同じように全然無謀な、なんで無人島をそのままアメリカの誰の自衛隊基地3陸海空の初めての共同使用の基地ですよ。そういうものをですね、あの馬毛島には馬毛島というようなしかもいる、それを全部海岸にしてしまってるわけでしょう。海岸にしてしまう、これ群馬の森と同じじゃないですか。それで海岸にしてですね、戦争の確認されたんです。ですから私は群馬の森をあの海岸にして何もなかったことにしてしまった、この山本厳正裁判所日本の地方やもう税制に対してですね本当に怒りを感じます。これをなんとかですね最後にですね、で皆さんにぜひあの次の総選挙には必ずみんな投票に行って、あの自民公明自民それからあの国民それから賛成、これらのことは今絶対に投票しないで立憲社民共産それは沖縄の風このことはですね投票するように
の友達にあのですので、そしてあの原発のない脱原発に戻る、そういうあなたがですね政権を作るよ、そして自民党に徹底よ、自民党に徹底よ、自民党を徹底的に解決に追い込む、そういうあの選挙にねするように、今行われている立地の選挙でも全部一件が残念を送るようにですね、皆さんあのその選挙区に友達会から連絡してあの投票を呼びかけるように行動したいと思います。行動しない限り変わりません。関連論でありこれ言っても変わりません。皆さんの共に戦いましょう。それであの今日の川口さんに最後もう一回あるもう一回